はい、カバチューブのカッパ園長です。さてと、じゃあこの動画ではね、閉会式のお話いきましょうか。閉会式どうでしょう、ご覧になったあなた、閉会式見られました？昨日の、まあなんとなくね、この閉会式の内容もそうだし、それを見たね、まあ日本国民もそうだし、あと世界中の反応なんかも大体想像つくと思うんですけど、まあ僕はそう思ったんですけどもね、まあ想像通りの内容だったし、でそれに対する反応もまあそんなもんだろうなっていう、そういう意味ですよ。なんていうのかな、やっぱり開会式を見てるじゃないですかね。あそこでなんかこの期待値っていうかね、開会式の時はものすごいこうね、まあでもコロナ禍っていう制限がある中、なんかまあそれでも一応ほら期待するところってあったじゃないですか。まあおそらく日本の方だけじゃなくね、世界中の人たちが、そうだったと思うんですけど、まあ開けてみたら、えっていう正直あったじゃないですか、ね。全部がダメとかそんなことは言わないですよ。ね。で、そんなのがあったからだと思いますけども、まあハードルは下がりましたよね。開会前に比べたら、このね、開会式を見てるんで、まあ、こんな感じなんじゃないのかなって。そしたらまあ、案の定、なんかね、僕個人的には、そうね、また寸劇か、みたいな。あ、なんであれやるんですかね。ちょっと意味がわかんないですけどもね。まあいいでしょう。このオリンピック閉会式、世界中からね、批判が殺到していると、この政治的な何か、これは何なんだみたいな。あと、この、やっぱりこのアベマリオは最高に興奮したのに、なんで任天堂のキャラクターが全然出てこないんだ。ね。なんで出てこないですかね。ほんと電通運動会、二度とやらせたらダメですよね。で、マリオ、ピカチュウはどこに行っちゃったんだ。ね。つまんねーっていう意見がね、批判が殺到してます、海外から。任天堂なしっていうのが一つポイントだったみたいです。まあ世界中の誰もが知ってる会社であり、そのキャラクターマリオだね、あとピカチュウかね、なんで出てこないんだと。まあそういうのを楽しみにしてる人が海外には結構少なくないみたいですね。やっぱりね、開会式の時の感想もそんな感じでしたもんね。東京オリンピック閉会式、世界中でもなんでマリオいないんだという意見が殺到していると。2021年8月8日夜8時から行われた閉会式、入場まではごく普通の閉会式だが、途中から様々なアーティストが登場、主にソニーミュージックのアーティストが中心となっており、利権絡みかという噂も出ている。まあこれも評価が分かれましたよね。もうグダグダのどうしようもないね、閉会式をね、ソニーが頑張って責任持って、なんかもう無理やりでもいいから盛り上げようとしてくれてたんじゃないかっていう評価も、まあ一応あるにはあるんですよね。で、まあ、ネット上ではね、寸劇だらけとかね、待機してる選手飽きてるじゃんっていう意見が、まあ、目立ったと。確かにね。後半、この、まあ、大竹しのぶさんが登場するも、またもうなんか、ちょっとわかんない、寸劇ばっかり、世界中の人たちはわかんないよとか、ね、なんで日本語なのとか、まあ、そういう意見が目立ったっていうんですよね。これは、やっぱり、ね、僕も思いますよ。だって分かんないじゃないですか、世界中の人たちには。ね、この見た目で、だからこのマリオとかさ、ね、ピカチュウとかさ、ね、あとはその、まあ、音、まあ、だから視覚と聴覚は、まあね、有名なものであれば、まあそうじゃなかったとしても、なんか心に刺さる何かがあれば、でもこう劇とか、なんかこのセリフがあるようなパフォーマンスとかって、どうなんだろう、難しいと思うんですけどもね。で、まあツイッターなんか SNS 上だと、ポップカルチャーのポケモンとかマリオとか期待していたとか、スーパーマリオ登場しなかったですね、困ったなとか、リオの閉会式思い出し、マリオでオープニングするだろうと思ったのにとか、マリオにオリンピック成果消させたらよかったのにとか、この政治的ななんか歌とスーパーマリオどこ行っちゃったんですかとか、まあ世界中からこの任天堂のキャラクターをね、なんかこう待ち望んでいた風のコメントが圧倒的に多いですかね。まあそれがベストとは言わないですよ、僕はね。でも、なんかよくわかんない劇やるぐらいだったら確かにそっちの方がいいと思うんですけどもね。
で、まあ、まだ他にも続くんですよ。マリオはオリンピックに出場しませんでした。彼がパリに現れることを願いましょうとか。アベマリオ最高に興奮したのに、今日の閉会式ピカチュウもマリオも一切なし。悲しすぎるよとか。理由はよくわからないけど、閉会式にはゴジラ、マリオ、ポケモン登場することを期待してたとこ。まあ、海外の人も任天堂キャラクターが出てくることをなんか信じてたような感じで、相当がっかりしたみたいですよね。まあ、もともとは任天堂キャラクター出てくることで進行していたんですけど、ね、まあ、大人の事情でね、うん、亡くなったと。まあ、電通絡みのね、例のあの、吸ったもんだですよね。うん。で、まあ、その、だからもう開会式があんなだったから、まあ、当然こうなることは、我々日本国民は、まあ、もう覚悟はできていたと思うんですけど、世界中の人たちはそうではなかったと。で、まあ、開会式で使われた曲にも、任天堂の曲は排除され、ね、日本 e スポーツ連合に参加している企業のみの曲が使われていたそうなんですよね。うん。まあ、電通の電通による電通のための運動会ですからね、うん、さっきも言いましたけど、二度とやらしたらダメですよね。そんなことやるぐらいだったら、もう日本でオリンピックやらなくていいですよ。うん。ね、どういうことになるかって、もう十分ね、嫌というほど思い知らされましたよもんね。うん。でね、この、まあ僕も途中まで見てたんですよ。ね。フランス、次期開催地のこのフランス・パリの紹介ぐらいまでは見てたんですけど、で、なんか途中でね、台風情報に切り替わったじゃないですか。まあそこでもう、なんか、まあ満足したというか、うん、まあもういいかなと思って、うん。もう意識がなんか、ああ、九州の人たち大丈夫かなっていう、そっちの方に行っちゃったんで、もうオリンピックの閉会式はもうそこの時点でもうどうでもよくなっちゃったんで、最後花火が上がるっていうのは知ってたんですけども、でもしかしたらね、ドローンもう一回飛んだりしないのかなっていうのをちらっと思ったんですけども、よく考えたらね、台風近づいてるのにドローン飛ばすのはさすがにね、大変だったのかもしれないし、でもね、これはなんかね、違うなって思ったのが、あの光の輪の演出っていうのかな、粒っていうのかな、なんかぐわーって集まって、このオリンピックのこの5つの輪になる、あれ CG だったらしいじゃないですかね。何それって思いましたけどもね。うん、まあいろいろね、目的だったり事情だったりいろいろあったのかもしれないですけどね、あの演出 CG だったんですよね。うん、だからあの実際のこの会場にいる選手の人たちとか何にも見はモニター越しに見てただけでね、これ画像にある通り現場ではね、モニター上はこの光の輪がうわーみたいな感じの演出かかってるんですけど、現場はなんかしらーっと、ん？あ、何あれ？みたいな、ね、うん、これどうすかね、なんか、いや、まあ恥ずかしいとまでは言わないですけど、なんかしっくりこなくないですかこれ。うん、まあだから小さいドローン飛ばしてみたいなことをね、素人考えだとそんなのを期待してたりもしたんですけどもね、なんだ、なんかすげーって感動したのが、なんか損した気分になりましたけどね。うん。で、要はその画面固定っていうことでしょ？ CG ですからね。うん、現場もほんとハテナね、ハテナマーク、なんか3つも4つも点灯してたと思うんですけどもね。うん。で、やっぱりこのなんかよくわかんない、この劇、パフォーマンス、会場の選手たち退屈だったんだろうなーって思うんですよね。うん。何だったんですかね、あれ。ね、でね、この、なんだろう、海外選手たちがギブアップして、ね、選手村に帰ったり、その場で寝そべったりしてる中、日本選手団はね、スピーチしっかり聞いておられますと、これは学生時代に校長先生たちに鍛えられた成果だと推測しておりますみたいな、現場からは以上ですっていうね、ツイートを上げてくれた人もいたんですよね。で、まあ、このね、画像ではもう、ね、海外選手なんかもうね、もう、あーつまんねえっていう感じで、うん、多分本当につまんなかったんだろうな。で、実際にもう帰っちゃう人もね、続出したりなんかして、うん。なんかもうちょっとやりようなかったんですかね。今更言ってもしょうがないんですけどもね。うん、本当なんかもうね、先般電通ですよね。確実に。だって我々日本国民、日本生まれ日本育ちの日本国民ですら理解不能の演出なんですからね。海外の人たちなんてもう本当ね、多分もう開始数秒でね、興味失せるんじゃないですか。あれ、マリオもピカチュウもなしかみたいな、うん、分かった瞬間もうなんか本当ね、どっちらけですよねまあ中にはね、このなんだろうな、この太鼓叩いてなんか東京音頭でしたっけ、なんか盆踊りやってる、ね、瞬間もあったんですよね。で、中には一緒になって踊ってくれてるね、親切なね、確かカナダの人たちだったと思うんですけど、っていう人たちもいたと思うんですけども、うん、
基本的にはもう相当苦痛な時間だったと思いますよ。うん、なんだろうな、あの寸劇はね、誰演出ね、やっぱりこの芸能人とかさ、芸人さんとかね、もう関係なくね、演出にオリンピックね、まだこの選手たちがその現場で盛り上がれる、ね、なんでこう自己満足以外の何者でもないじゃんこんなの、うん、ね、なんか世界中の人たちにね、このどれだけこのね共感してもらえるかっていう部分で言ったらね、最悪だったと思いますけどね。なんだろう、もう競技の素晴らしさもう最後の最後全部ぶち壊しやがったっつったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、ちょっとねなんかそんな印象でしたね、個人的にはね。うん、でしかもねこれでね、開会式と閉会式合わせて165億でしょ、かかってるお金ね。うん、いやー、ないわとしか思えないんですけどもね。うん、まあもう今更言ってもしょうがないんですけどもね。ただ海外の人たちの中にはね、うん、結構やっぱりね、優しい人がいるんですよね。うん、まあこれをちょっとね、次の動画で見ていきましょうかね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。